アンソニー・ジョゼフ・ホイト・ジュニアはアメリカ合衆国の元レーシングドライバー。一般的には A.J. ホイトとして知られ、インディ500における歴代最多体勝利などから最も成功したアメリカ人ドライバーとされる一人である。現在はインディカーシリーズに参戦するレーシングチーム A.J. ホイト・レーシングのチームオーナー。会一にも出走歴があるが、 これは選手権開始年の1950年から1960年までの間はインディ500が形式として会一に組み込まれていたためであり実質的には参戦していないフォイトは1935年にテキサス州ヒューストンで生まれるパーシングミドルスクール及びハミルトンミドルスクールに通いラマーハイスクールとサンジャシントハイスクールに学ぶしかしながら 整備校を志し、高校を中退した。ミジェットカーをカルフォイト、1961年1956年、ミジェットカーでいうサックの経歴を開始。最初の勝利は1957年のカンザスシティである。同年のシーズンランキングは7位であった。ミジェットカーは、同年をもって卒業し、スプリントカー、チャンピオンシップカーに参戦する。しかしながらその後もしばしば、 ミジェットカーレースに参加した。フォイトは1960年及び61年のターキーナイトグランプリに優勝したが、これはアスコットパークで開催された同レースの初回及び2回目であった。1961年にはハットハンドレッドで最後にスタートしたが優勝を飾り、その年のランキング7位となった。1970年にはホームタウンのヒューストンで自らプロモートした。 アストログランプリで優勝した。彼はミゼットカーで20勝を挙げ、そのキャリアを得た。1977年のホイットの優勝車両ポコノでのホイット、1984年当時のアメリカのトップカテゴリーユサックにおいて、1960年にシリーズタイトルを獲得。翌1961年も防衛に成功し、 その後、1963年、1964年、1967年、1975年、1979年にも、獲得、歴代最多となる7度のチャンピオンに輝いている。また、インディ500においては、1961年、1964年、1967年、1977年と、計4度の優勝を記録。これは、 当時の同レースタンドクシ勝利数であり、現在でも大記録である。1961年のインディ500では、レース終盤、燃料補給のためピットストップしたが、給油トラブルのため十分な燃料を補給することができなかった。エディザックスは、ペースの上がらない、ポイト車が少ない燃料のため車重が軽いことに気づかず、順位を維持するため攻め続けた。 ザックスは右リアタイヤ交換のためのピットインしなければならずリードを明け渡した。ホイトはザックスに8.28秒の差をつけてフィニッシュしたが、これは史上2番目の金差であった。彼は1957年から1992年まで毎年参戦し、374レースに出走、トップ10で201回ゴールし、67勝を挙げたが、これも 歴代最多勝利数である。1958年に、ホイトは、イタリア、モンツァでのトロフィー・オブ・ザ・トゥー・ワールドに出走した。ナスカーでも1964年から1972年まで参戦、ベートナ500での1勝を含む、計10勝を挙げている。1967年のルーマン24時間レースにおいて、ダンガーニーとのコンビで優勝。同年に、 インディ500とリマンの両方を制したドライバーは2007年現在、フォイトのみである。また、デートナ24時間レースでも1983年と1985年の計2勝を記録。この他にも1976年と1977年にアイオロシーチャンピオンとなるなど多くの実績を残した。1981年にはカートで、自チーム AJ ・フォイトエンタープライズを設立。 チームオーナーとしての顔も見せることとなった。その後も現役を続けていたが、1993年のインディ500の予選1日目の朝にカートからの引退を表明。1994年のブリックヤード400をもって現役引退。通算勝利数159、シリーズタイトル獲得数12。また稼いだ賞金の総額は600万ドルを超えている。 2013年からは、前年のインディ500で見染めた、佐藤拓磨を獲得、第3戦、ロングビーチで2002年カンザスでのアイルトンダーレ以来11年ぶりの優勝を果たした。予選結果、編集、ありがとうございます。